はい。武道さん。シーバスはルアーの姿勢。血下がりではなく水平かどうかを、など気にして見切って、見切ったりしていると思いますかあ、これはね、思いますね。あの、自分が昔、今はもうほとんどそういうポイントなくなっちゃったんですけど、自分が20代の頃、10代、20代の頃、年間3000匹ぐらい釣ってたんですよね。 で、一日30から50匹ぐらいっていうのはもうまあザラで、10月とかは70匹ぐらい、70キャッチぐらいしてたんですよ。だからもうバイトは百何十あって、まあ、100ヒット70キャッチみたいな感じのが10月のハイシーズンの釣りだったんですね。で、どういう釣りかっていうと、タンカーとか台船、作業台船とか、その台船乗るための木の桟橋がもう運河中に置いてて、その運河の際を引いていくと、 もうわらわら鈴木が追ってきてって感じだから、それこそチェイスで言ったら100ヒットする日は、1000チェイスはザラなんですよね。同じ坂、延べですよ。延べで1000チェイス、100ヒット、50キャッチみたいな釣りになるわけですけど、当然そうすると900匹は見切ってくるんですね。で、よく見ればもうルアーにも反応しない鈴木もいたりするんで、あの、ま、そんな中で自分はそうだ、シーバスもね、 キャリアを積んできたんですけど、明らかにルアの姿勢は見切るのに影響しているなっていうのは、そこでまざまざ体験しましたね。で、昔の、だから身辺とかバイブレーション、バイブレーションは前下がりすぎて、濁ってたりしたら食うんですけど、明らかに乱れてついてきたときは、前下がりで食わないんだけど、ワンアクションで平打ち打たしたりして、バランス崩してフラフラっていった、なんか、一瞬の バランスのなんかこの,あの水平ってわけじゃないんだけどバラなんだろうなケツ下がりが治ったとか前突っ込みが治ったタイミングでスイッチが入るっていうのもいっぱい見てきてだブルーブルのルの水平にめなる極力こだわってるナレージも水平にどうにかしたくてあのリップがついたりしてたんですけど、まあ、そういうことかなと思いますはい思いますってことですよね。 ルアンの姿勢について質問です。村岡さんの動画だけでなく、多くのところで水平姿勢であることが重要であると耳にするのですが、なぜでしょうか。うん、これはやっぱりでも魚に聞かないと分かんないけど、水平姿勢だととても反応がいいですよね。これはね、鈴木釣りに限らずで、例えばアジ,アジング、アジングって どころか、ビシアジ釣りって、アジの餌釣りでも、イカタンのつけ方とか、まあ、ワラサでもそうですね、もうイカタンが回ったら全く釣れないですよとか、変な傾いたらいかにイカの切った切り身、3, セ,3センチ、4センチのイカがまっすぐスーって動くかなんですね。で、プラス、何もしないと垂れ下がるんで、垂れ下がってると全然食わないんで、こう、うまーく、ふわっと。 そしてフォー,ールが速いと森が引っ張っちゃって今度うちイカタンが沈んじゃうんであれもこう小ませ作ってコませ振ったコマセの円膜に味が寄ってきた中イカタンが入ってくるんですけど船が動くからその時にいかにこう,こ,うでもだしこうでもない状態の直前でふわっと漂したあーって感じで 巻いたコマ線の中あると釣れるんですね。だからめちゃくちゃ実は、めちゃくちゃ実はシビアな釣りで、ルアーも一緒かなと思ってます。でアジングもやっぱりワームが下がっても上がってもダメで水平で食いますよね。はい。で一方でね、一方で、くるくるイワシパターンみたいにね、おかしなことになっちゃってるイワシにやっぱ出てくる時もあるんで、 まあやっぱその時の食ってるものであるんだろうなと思います。